スクワで生まれ、1962年にハリコフ軍事工学高等学校を卒業する。ソ連空軍の航空機関士として務め、1965年10月23日宇宙飛行士に選抜される。ソユーズ24号ミッションにフライトエンジニアとして登場した。1982年6月26日に宇宙飛行士を引退する。 ソ連邦英雄を受訓。1974年にテクニカルサイエンスの博士号を授与され、1989年に初のガガーリン宇宙飛行士訓練センター副主任となり、2000年5月に退職。グラズコフにはいくつかの著作があり、1977年に宇宙遊泳の技術ガイド、アウトサイドオービッティングスペースクラフトを 1986年には宇宙探査に関する書物、ザ・ワールド・アラウンド・アスを出版している。また、SF 小説をいくつか執筆しており、その一つ、ゼーは同僚の宇宙飛行士である、ウラジミール・ジャナベコブのイラスト付きで、1987年に出版されている。ありがとうございます。